何やらお母さんが朝食の準備をしております。はい、つんちゃん来ました。あれ、何このボールみたいなものは。つんちゃんのスースにも拍車がかかりますね。つんちゃん、はい、ダメなの。つんちゃん、ダメか。つんちゃん、ちょっとすみません。カメラ待ってた。じゃあちょっと奥に行きましょうかね。ああ、奥もダメなの。お父さん、急に後ろから持ち上げるのは危ないじゃんよ。禁断の雪見トーストです。禁断の雪見トースト。つんちゃんも初耳でございます。すんすん、つんちん、つんちん、つんつん、つんちゃん、つんちゃん、今日もスンスンしてんの。もちろん。ん、どうですか。近いよ。はい、近いよ。雪見トースト。禁断のがつく。え、これ、え、なんだこれ。雪見大福ってこと。雪見大福ってこと。雪見トーストにチーズ。雪見大福。なんか一見だってな、目玉焼きが乗ってるみたいな、ね。目玉焼きみたいだよね。うん、じゃあ禁断に手をつけましょう。お願いします。いただきます。甘さが来たぞ。甘さが来た、うん、甘さが押し寄せてきた、うん、はい、つんちゃんも押し寄せてきました。どうもどうもどうも。お母さん、ちょっとスンスンしていたしら。ダメなの。つんちゃん今ね、はい、なんでしょう。禁断のトーストに手を出してんね、二人で、うん、禁断のトースト。ずいぶん大げさなネーミングじゃん。あ、本当だね。何が本当なの、うん、お父さん、あ、お母さんか、言ってごらんなさい。あ、禁断。うん、うん、お母さん今、禁断って言葉使いたかっただけでしょう。パン食べた後の感想で、あ、禁断っておかしくない？禁断を使いたかっただけだよね、お母さん。絶対そうだ。つんちゃん分かったぞ、今おかしかったぞ、お母さん。パンの感想で禁断はないぞ。つんちゃん、あ、はいはい、絶好調ね、スンスン。あ、ごめんなさい、無視しちゃって、うん、お母さん、つんちゃんもうちょっとスンスンしたいんだぞ。スンスンさせて。ダメか。一旦吐けます。なんかチーズがあるから甘すぎなくて、うん、いいかも。なんかちょっとクリームパンみたいな感じに近いよね。うん、うん、あ、うん、そうや、クリームパンぽい。これも買ってきてくれた。うん、ちょっと休日の手抜き分。いやいや、お父さんが猫じゃらしを使って私を挑発してきます。よし、隠れろ、つんちゃん。ここならお父さんにバレてないぞ。よし、一気に飛びついてやる。お父さん見てろ、びっくりするぞ。きっと私のこと見えてないからびっくりするぞ。よし、行くぞ、ゴー。新入りのお二人さん、どうもどうも、つんちゃんです。お父さんが甘いものをあまり食べないので、バレンタインプレゼントに黒猫のマグカップを、そして少し早いですが、ホワイトデーのお返しに白猫のマグカップをプレゼントしたそうです。え、華やかにこぼしたの。お父さん、なかなかそれうまくなんないね。いつもこぼしちゃってるもんね。ここはこぼしなさんのよ、さすがに。あらあら、仲のいいお二人さんだこと。今日の夜ご飯は何かしらね。と言っても私のご飯じゃないんですけどね。お、来た来た。これはお父さんがたまに作るつるたシチューじゃありませんか。いつも通り、つんちゃんからのコメントは特にございません。はい、最後までご視聴いただき
ありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。引き続きツンの成長を一緒に見守っていただけたら幸いです。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。